前回のあらすじ、滋賀県近江八幡市にある市街の森にやってきた我々、田んぼの一角くらいしかない狭い場所だが、滋賀県の中ではかなり有名な心霊スポット、多分。実際1枚目から写真を撮ればオーブが映る。さらに森の中に入ったら謎のガサガサ音で我々は逃げ出した。そして後編、最後に目指した祠とは。それでは後編どうぞ。あなた的にはどっかに祠があるはずなんでしょう。祠こっち。どっち、うん、祠こっちってさ、その祠目当てで進んでたのに。でもなんか足音近づいてきてた感があるのがすごいな。足音が近づいてきてた感があったのが。普通野生動物だったら逃げるでしょ。だから起こうとしてたよ、ライオンとか。ギャース。でも見えんかったよね、近づいてきたのに。そう、あれもう近くにいるはずなんだけどなっていう。君がいたんて俺真っ暗で見えへんじゃないか。知らんけ。ヘッドライトつけりゃいいじゃない。やだ怖いもん、メガネがこのたまに見えるよ。俺どう嫌い。びっくりした。あの木のこの草だ、枝が、いや違う違う、そんな音はしない。ビビりすぎでしょ。小動物嫌いなのに俺ダメだよって本当に。いいよ、お前行って。前見えへん。え、ほこらなんかでもないぞよ。ほこらあるけど、そこ感じるもん。もうちょっと向こうやって。うん、でもなんていうか本当にこの森自体はなんか本当になんか入る隙もない感じで。いやだあれですな。うん、電気消せ。これ以上なく弱ですな、あなた。だって俺本当にダメだよ。あの熊とかも、あの前のあったあれでも恐怖なのに。鹿のあれとか。まだ車の中にあれ強くないやつ。あれ祠がない。でも建つんだよね。一周してきたよね。早いな。そうですな。怖いな。うん、ここでもうあれですぞ、用水路のとこに来ちゃってるから。そう、やっぱり中に入ら、あの道から中に入らないとダメなんだな。変な音しました。電車か。嘘でしょ。ちょっと祠がありましたってよ。よいしょ、よいしょ。さっきのとこから行った方がよっぽど近かったじゃないか。あれ違うな、さっきの橋じゃないぞ。おお、何も見えてないや。これ、うん、カメラが悪いんかな。人のカメラのせいにするな。そういう意味ありきなリアクションを取ったときはさ、何かしらのコメントが欲しいのですが。はい、まぶしいな本当お前。はい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 、何でしょう。逃げ、絶対。はっ。逃げ。お前ほんとライト眩しいな。これか。顔が映ってる。
あらまあ。これ逃げるか。帰りましょう帰りましょう。映ってたでしょ今。眩しいな。どうやった？あなたにカメラ渡しといてよかった。もうちょっと降りる？あれはあの天狗神社と同じ。あ、ダメですねこれは。にっこり。それも向こうよりもはっきり映ってた。あれ？切れとる。電池がもうない。なんでよった。ちょっとごめん。解散して。はい。マジか、そ、なんていうの、あなたの言った通りになったじゃん。あの、祠のとこになんか男のなんたらがおるみたいな。寒い。ちょっと待って、今のはやばいぞ。もう、お前数秒で顔が映っとるじゃねえかよ。もうちょっと撮った方がいいのかな。はい、次回チャレンジやな。いや、バカ。次回ねえぞ、俺には。天狗神社と同じもんがいるって言われる時点で俺はもうなんか帰った方がいい仲あるんだけど。あ、寒い。いや違う、祠を探したやん。はい。そん時からよ、すっげえ寒気がしたんや。なぜ言わない。いやだってここまでひどいと思ってねえし。ひどいのした。はい。だって逃げるぞ。逃げるぞ。落ち着いとねんけど俺が。ちょっと逃げるぞ。あ、ごめん。んカメラ撮って。はい、皆さんごめんなさい。滞在5分。急に動画モードに。させ。怖い。動物が。動物が。違うやろう。完全中から来とるな、この煙。完全顔だな。レンチャンで撮ってさ、1個しか映ってねえでな。うん、ああ、同じ場所2回撮って。うん。いや、かなり撮ったと同じよね。ああ、確かに。うん。オーブが2、3個現れたなっていうのは感じたんやけどよ。ああ。そう、まさかよ、ここで顔がヒューって出てくると思わなかったんやて。下骸骨だもんな、これ。そうですね、なんか人の顔ってより骸骨寄りな。うん。一人はこっち向いとるんだよな。ギャース。がっつり敵地っていうか、そういうなんかこっち見てる、それなのか。これは完全俺らの息じゃねえしな、こんな距離で。絶対だ、これやべえな、ここ。ちょっと待って、3時間かけてこれっちゅうのもなんだけど。いやでも、もう一回、もう一回行きますかって言われても、いやと、いや、いや、動物の匂いが嫌だ、とにかく。